れじゃあいいですかね。何を俺たち6人ちょっと分かってないです。じゃあ私がプレゼンしたいと思います。すみません、お時間いただきまして杉山です。大地さんの撮影させていただいて、本当に楽しい撮影をさせていただきまして、でそこからまあいろんなね会社のユニフォームの着た姿で、僕がちょっと劇的に撮って、でその劇的な写真をこう飾るサイトを作って、でその、劇的写真がだから大地さんのユニフォームを着た働く人たちのサイトができまして、その劇的写真のサイトの名前っていうのがそのプロジェクトの名前というか、その名前ですね、取り組みの。それを倉本さんが「子どもんで」っていう僕も考えたんですけど「子どもだもんで」ってなんか静岡弁で「だもんで」っていうのがあって、くっつけて「子どもんで」っていうネーミングにして、そういうなんかコピーライティングが好きなんですよ。でだから杉山君考えてって言われて考えたんですけど、実は今日眠れなかったんですよ。全く眠れなかったんですよ。で、なんか眠れない時ってなんかこう頭にズキュンって降りてくる時があるんですよ。それが今日ズキュンってきたんですよ。で、言われて考えてたのが2つぐらいいいのがあったんですよ。で今日ズキュンってなったのがやっぱこれどう考えても一番良かったんですよ。それはですね、第3位から僕の中的に第3位第2位僕その第1位までちょっと発表させていただきたいと思います。はい、じゃあ始めます。まずですね、第3位ですね。違う、これ下からがいいですね。だから3位、はい、じゃあ第3位からいきます。はいあ、これだ。的仕事着、なんかラップみたいな感じです。的仕事着。薄。第2位。あれ、第2位なんだっけ？1年もいいよ。ちょっと待ってくださいね。これ溜めてっていくんで。ああ、わかりました。ラッキーですね。だからラッキーにかかってるんですけど、かわいいじゃないですか。ラッキーです。怖い、一番書くの。じゃあ最後に第1位いきます。これが今日頭にガーンと降りてきたんですよ。いきます。こんだけ引っ張ってどうなるかって感じ。食バスターズなんですよ。でバスターズってなんか倒すイメージなんですけど、書くとスターなんですよ。食バスターズ、食バスターズってやばくないですか？本当にこれ採用されるかわかんないというプレゼンです。どれもでもすいません。あ、そうだ。一応花本さんに一言。どうですかね。でもどれもいいですよね。でもこんな感じ考えてませんでした？いや、そんな感じです。そう。だからエッジの立ったコピーっていうか、これが降りてきたんですよ。なんか池の水を抜くバスターズとかってあるじゃないですか。あれもなんか最初思いついたんですよ。ヒーローとかいろいろ考えてたんですけど、バスターズ、職場スターズみたいな。今ゴーストバスターズが新しいのやってるじゃないですか。そうか。いや、ズキュンってなんないって。おしましまきゅん。すいません、お時間いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。新プロジェクトの名前がこれになるかはわからないっていうね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。